グルジャはイリカザフジチ州の州都である。グルジャ事件は1997年のグルジャ抗議運動の頂点であり、同年2月5日に新疆イリカザフジチ州、グルジャ市で発生した抗議でも及び引き続き発生した一連の暴力事件である。中国政府によるウイグル伝統文化復興の試みへの弾圧が続き、メシュラプ EN メシュレップという伝統的集会が1994年に一度許可されたきり、その後禁止されていた。また、地域のウイグル人共同体の長たちが、サッカーリーグを設立したが、当局によって禁止され競技場が破壊された。こうしたことを背景に、この抗議運動は、ウイグル独立の活動家30名の処刑のニュース、及びイスラム教の神聖な行事であるラマダーンの、 最中であった前日に、数百名の若いイスラム教徒が自宅で祈りを捧げている時に逮捕、監禁されたことへの釈放の要求として始まった。1997年2月5日、2日間に及ぶ抗議の中、抗議者が、アッダーは偉大なり、新教に独立をと叫びながら行進し、報道によれば、梱包や催涙ガスや高圧放水銃を用いて試算させられた。 その後、人民解放軍がデモ隊に向かって発砲し、多数の死傷者が生じて、デモは鎮が圧された。同日午前9時頃、100人余りの人が手に横断幕を持って、シュプレヒコールを叫びながら、グルジャシの主要な街道をデモし、最後にデモが暴力事件へと発展した。12時ほどになると、デモ隊は1000人余りに増えた。その後、手に、梱包や、 レンガや刀を持ったボートが暴力活動を行った。その後の一連の鎮圧行動等によりさらに200名以上の死者が生じ、約4000名のウイグル人が逮捕され、その多くは現在も行方不明のままであるとされる。中華人政府の公式見解では死傷者は9人とされるが、反対性側の報告によれば100人以上がさらには167人が殺されたと見積もっている。 少なくとも92名のウイグル人が死亡し、漢族の死亡人数は不明であるという。中華人民共和国政府は現地に4万名の武装警察を配置し、現地からのあらゆる情報を遮断した。中国政府はこの騒乱事件は、東トルキスタンイスラム運動などの東トルキスタンテロ組織が計画したものとしている。反体制派の主張によれば、千六百人が制圧の あと、祖国分裂を企み犯罪行為と過激な宗教行為と反革命行為を先導したとして逮捕された。アムネスティ・インターナショナルの報告書は190人の処刑が新教での事件の後執行され、そのほとんどがウイグル人だったと記録している。この事件に関わったウイグル人の一部は中国から アフガニスタンやパキスタンに逃げるも、アメリカのアフガニスタン侵攻の際に米軍による拘束やパキスタン政府の引き渡しにより、キューバのグアンタナモ湾収容キャンプに収監された。収監中は、中国当局者がグアンタナモを訪問して、尋問に参加しており、アメリカ合衆国司法省観察官のグレン・エーファインによれば、 中国当局者と米軍の尋問官は協力して15分ごとに睡眠を中断させるフリークエントフライヤープログラムと呼ばれる人権侵害も行ったとされる。事件を目撃した一人だったラビア・カーディルは後に世界ウイグル会議のリーダーになった。日本では2009年にイリハム・マハムティなどの在日ウイグル人により犠牲者追悼と 中国政府への抗議のためのデモ行進が東京都内で行われた。29億709万162アスプ、天山の通、新疆恐怖事件会瞳。南方週末。http コロンスラッシュスラッシュ w w w n a n, n f a n g d a i l y c o m cnnfzm。 2009億709万162アスプ2009年9月8日閲覧。リーサオ。中国指非新京乱世公推定。金融。http コロン<と>スラッシュスラッシュ www.ftchines.com スラッシュストーリー .php ストリットイコール0010274562009年9月8日閲覧。 2 0 5 928、64 8805、1、SHTML、新京立テク50周年校、K、と言います。ホースカン。 http://news.ifeng.com/phenix-tv/83881742083031040/20050928/6488051SHTML2009 <laughs> o 年9月8日閲覧ありがとうございます